皆さんこんにちは、イナワーク TV の川島です。いつも動画をご覧いただきましてありがとうございます。さて今日もですね、キャンバについてご紹介したいと思います。これまで3回ですね、基本的な操作から PDF、グラフなどが作れるというものを動画投稿しております。まだそちらご覧いただいてない方はぜひそちらもご覧ください。とっても便利な機能が揃っています。キャンバはウェブ上で操作を行うのでアプリなどはいりません。そしてログインをしていただければ無料で数万点もあるテンプレートの中からプロ並みの完成度の高いものを作ることができます。今回は商品紹介などに役立つ、例えばこのようにバッグ、私が持っているバッグを、家の中で部屋の中で写真をカシャッと撮ってみました。後ろの背景ね、いろいろあるんですが、このようなものを適当に撮影をしたものを簡単にこのように商品紹介のような写真を作ることができます。これまだベータ版になるんですが、とても便利ですので、例えばメルカリなどをやってる方はね、写真を撮って見栄えよく投稿したいじゃないですか。そのような場合、あとはメルカリなどは使わないという方でも簡単に写真の背景を削除することができますので、何か写真を撮ったものに対して合成をしたい、後ろの背景などは別のちょっとかっこいいね写真など素材がたくさんありますから、それを使ってポスター、チラシ、いろいろなものを作ってみたいという方はぜひこれを使ってみてください。では早速操作を行いますね。次の画面をご覧ください。ではインターネットを起動して、いつものようにキャンバのサイトをアクセスします。キャンバのサイトに関しては下の概要欄、もっと見るにも書いてありますので、そこでアクセスをしてアカウントを紐付けてください。今その状態になっています。では今日やりたいのは商品写真になります。それはどこにあるかというと、この左側ですね、アプリというところをクリックします。すると今おすすめとあるんですね。ここにプロダクトフォトツというのがあります。これのことを言うんですね。もしも英語の場合はこのプロダクトフォトツというものをクリックしてください。日本語になっている場合は商品写真となっています。では今回プロダクトフォトツをクリックします。もしなければね、商品写真と先ほどの検索窓に検索をしてみてください。今商品写真というのは、これはちょっとお試し状態ですね。写真を魔法のように一括編集して商品の販売準備を整えることができます。写真またはフォルダをアップロードするだけで、仕上げはお任せください。写真を選択とあります。この右側にはこのように、バッグとかいろいろな商品を普通に、背景気にせず写真を撮って、できればですね、濃淡がしっかりしたものを選んで、そして全体が写っているものがいいと思います。ちょっとね、頭が欠けてたり、ハンドバッグの持ち手なんかは持ち手なんかが欠けているとそのようになってしまいますので、全体が写るように撮影するのをおすすめします。で、このようなものを簡単にこのように少しね、影がついたり、こんなこともしてくれるんですね。その他いろいろなものがありますので、今日やってみたいと思います。では写真を選択します。今回デスクトップに写真を用意してあります。新しい写真をアップロード、10枚まで写真を選べるんですね。ではデスクトップを選んで、こちらになります。写真を選んで開くをクリックします。さらに追加したい場合はこちらをクリックして追加をしてください。では次へをクリックします。するとスタイルを聞いてきます。先ほどの靴、ちょっとね影がついていて、靴だけを白い背景の中に入れたい、あるいはこの後に背景はね、別にテンプレートが用意されているので、それを使いたいという場合は、何もないこちら、あるいは影がついているものは 3D シャドウを選ぶといいと思います。他にもたくさん用意されています。色付きだったり、それからこんなようなものですね。
雲だったり、この白いところが商品になると想像してください。今回バッグはこちらを選んだんですね。ロイヤルを選びました。では今回もこちらを選びたいと思います。ではこれで適用をクリックします。もう操作はねこれだけなんですよ。そして写真を準備中とありますので待っているとこんな感じで、まあ、グレーですけれどもちょっと時間かかります。待っていましょう。はい、するとこのようになりました。すごく綺麗にくり抜かれているでしょう。ではクリックします。もう一度クリックします。この時点でもうこの写真を大きくして確認しなくてもいい場合はダウンロードを押してください。今回ちょっと大きくして確認します。この写真をクリックします。するとこのようになりました。このまま確認して結構きれいにくり抜かれていますよね。それでダウンロードする場合はこちら。ダウンロードを押していただいて、このままエクスプローラーを開いてダウンロードをクリックするとこのように写真をダウンロードすることができました。ではここでデザインに使用を押してみますね。するとどのデザインにこれバッグを使いたいのかを聞いてくるんですね。例えばインスタグラムなんかは正方形がおすすめなんですね。フェイスブックの場合は横カバーにするのか、フェイスブックのあの一番上のカバーなのか、もしくはこのように比率が書いてあります。スクロールをするとこんなにたくさんあるんですね。この後デザインに適用ボタンを押すと、例えばポストカードであればこのサイズ、ポストカードのサイズの中にバッグが入っていきます。本の表紙にするとか T シャツにするとかね、なんかマスクという機能を使うんですがこんなこともできます。4コマ漫画、ギフト券をこれから作りたいのか、ズームの背景、レポート、手紙、さらにたくさんのサイズが用意されています。では今回はインスタグラムの投稿、まあ、インスタに投稿するわけではないんですが、この比率ですね、 1080×1080 正方形にしたいのでこちらを選びたいと思います。クリックをすると新しいタブがこのように表示されて、そして1枚絵が配置されました。四角などがわかりますね。あとは自由にアレンジをしていきます。このまま商品紹介であれば、今回はではテキストを入れていきたいと思います。セールだったとします。ただ、まあ、こちらにもいろいろワードアートみたいなものがありますから、こちら今回クリックしてみますね。ちょっと傾けるにはこんな感じで傾けて、そしてちょっとサイズをちっちゃくして、ちょっと右の方に持っていきたいと思います。こんな感じで写真1枚に対して文字を入れたり、そんな時にもこのようにデザインの優れたものをあらかじめ用意してくれていますので、それを使うようにしてください。ではね、もう一つ吹き出しを入れてみたいと思います。ここがポイントみたいなね、ここがいいですよとか吹き出しを入れたいのであれば、素材をクリックしていただいて、そして今回ね、素材吹き出しに関してはちょっと見つけるのが大変であれば、ここで吹き出しと入れてください。吹き出しとで検索をすると吹き出しの一覧が表示されました。今回はこの吹き出しを使ってみたいと思います。クリックをするとこのように吹き出しが入りました。では文字も入れてみたいと思います。テキストをクリックして、本文を追加を押して、そうですね、ただいま、これですね、こちらのマークが移動のマークになります。色をちょっと変えたいですね。これだと分かりづらいので、テキストの色はこちらになります。今回は赤にしたいと思います。範囲を選択して赤を押します。するとこんな感じになりました。吹き出しの色も変えたいのであれば、選択をした状態でこちらカラーを押します。するとどの色にするかを聞いてきます。こんな感じにしたいと思います。傾けなどをしても構いません。ちょっとこんな感じでアレンジをしてみました。ちょっと調整してみますね、場所ね。このように1枚の写真に対して文字を入れてみたり、それから吹き出しを入れたり、その文字に対してはワードアートのような効果をつけたものが用意されています。こちらを使うといいですね。
これでダウンロードするにはファイルを押していただいてダウンロードを押してください。先ほど説明をしましたが、エクスプローラーを開いてダウンロードフォルダーにダウンロードされていきます。これは保存というものはもうないです。作ってそのままどんどん保存をかけていきます。ホームを押していただくと、もう保存とかしていませんけれども、ただいまお買い得中、今ちょっとね絵は出ていませんけれども、クリックをするとこのようにまた追加の作業をすることができます。ではまたホームに戻ります。ではもう一つ作ってみたいと思います。アプリからプロダクトフォト2をクリックします。選択をして新しい画像をアップロード。今度はこのケーキの写真ですね、ケーキの写真丸々入っているので、こちらで次へを押して、で今度はねゴージャスにこんな感じで作ってみたいと思います。あらかじめもう写真が背景に入っているものも用意されているので、このように使ってください。適用を押して写真ができるのを待ちます。ではクリックします。するとこのようになりました。かなりゴージャスなケーキになりましたけどね、結構雰囲気よく出ていますよね。このようにして写真の背景くり抜いてそのまま使っていただくか、あるいはキャンバにある後ろの背景ですね、たくさんのテンプレート素材集の中から背景を選んで1枚の絵にするとか、もしくは先ほど行ったようにワードアートのようなデザインの優れた効果のついた文字を入れてみて、ただいまセール中とかね、写真に入れてみてください。では今日の動画はここまでにしたいと思います。キャンバいかがだったでしょうか。私はね、個人的にはこのようにデザインの優れたものを無料で使えるというのは素晴らしいことじゃないかなと思うんですね。ここまで基本的に動画を紹介してきましたけれども、2回目はグラフが作れる、 Excel のようにグラフが作れます。そして3回目は PDF、 今回4回目は商品写真を作ってみました。最後にワードやエクセルのようなものはもういらないかというと、そんなことはありません。グラフに関しても細かなねちょっとしたことをやろうとすると、もうキャンバでは無理だと思います。やっぱりエクセルが必要になりますよね。どちらかというとデザインのいいものを作りたいなと思った時、キャンバを利用するのはいいかなと思います。稲垣 TV ではこのように初心者の方がデジタルライフ楽しんでいただけるように動画を投稿しております。まだチャンネル登録をお済みでない方はベルが震えるまで押していただくと、動画がアップロードされると漏れなく見ることができます。ぜひチャンネル登録、そして今日の動画が良かったなと思ったらぜひねグッドボタンも押していただけると励みになります。では今日の動画はここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。またねー。美味しそうでしょ、このケーキ。稲垣 TV チャンネルではメンバーシップの仲間を待っています。学びに年はありません。あなたを待っています。